ズバリ乗ることが目的になるようなバスを目指しています。今回は木のぬくもりを感じる、そして開放感が生まれるガラスを使う、それからバスでは今まで使ってない日本の伝統的な色、形、素材、それをどう組み込むかということをテーマに今回デザインをしてきました。天井は合天井っていうのはもう世界中にあるんですけど、これは日本のその合天井、全体がバランスいいようにこう、柄を使って、ヨーロッパと日本と、ヨーロッパ、アメリカの中国とかアジアのものを組み込んでですね、